その記録である。幸せの死だよ。そうじゃない。あんたたち誰ですか。超常現象の専門家なんだ。何言ってるか分からない。ムッシュの点検と補充に来ました。おう、来てくれたか。出身地に決まってんだろ。ははっ、やばいわ。えどうした。おいせよ、おらー。なんか違くない。うん、違うね。お前も大概だな。は知ってるといえば知ってる、知らないといえば知らない。はぁ、気球がなくなるのを待っているんです。きたねえ、どん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 。はい、終了。なんだこれ。デブ、ハゲ、臭い。それを伝えるのは下手だったんだな。腹立つね。もっとこう、あんたろ。それはその通りだか、48だか。はぁ、それができないのはできないのは意味わかんない。どっちで来いって。自転車でスーッて行くんです。スーッて行くの。はい、スーッて。スーッて。はい、スーッて。スーッて。もういいよ。19ってなんていい響きだ。もう半分は自分のため、生きてたいって思ったの。代行なんてやることないからね。でもそんなこと誰にも相談できないでしょ。してこなかった人生だから。後から来たクマのことを考えないの。無理か。なんで俺が残ったと思う。なんでお前だよ。最初は何が起こったのか全然分かってなかったけど、そういうことだったのかって。飯食いたくねってんならいれば。いや、行こう。やっぱり一緒にいたかったと思うよ。マジで。おお、マジ。自分が本当に好きかどうか分からなくなってきたって。読むよ。はい。友達だから。友達になった覚えはありません。ちょっとそれはないんじゃないか。本当に。本当です。じゃあなんでここに来たんだ。それは何かあったから来たんだろ。いや、俺は嬉しいんだよ。こういうこと言ってくれる人いないからさ、嬉しいんだよ。あんたは寂しいって思ったことある。だから今ね、少し頑張ってる。来たいんだろ、本当は。そんなこと。だから恨めしいんだ。違います。嫌です。平気じゃないですよ。え、黙ってるとか無理です。誰かといた方が落ち着きます。だから消えたんだろ。前の前から。ちょっと吉崎さん、私は本当に幸せでした。何言ってんだよ。何だよ。何言ってんの。分かってるかわよ。分かってるかわ。分かんねえよ。諦めてください。諦めません。僕にはもう美穂ちゃんしかいないんです。美穂ちゃんじゃなきゃダメなんです。面白くない。面白いよ。はい、それじゃあ今日のワークは